戦国時代の政治情がヤバすぎた。こんにちは、なでしこです。今回は戦国時代の政治情についてです。戦国時代といえば武士たちの命を懸けた戦のイメージが強いと思いますが、インパクトの大きさで言えば当時の政治情についても相当なものです。不倫や浮気は当たり前で、かなり性に奔放な時代でした。また戦国時代の性行為にはただ単に子孫を残すための行動というだけではなく、健康管理としても重要視されていたようです。そこで今回は戦国時代の性事情についてご紹介していきたいと思います。戦国時代の初体験事情。現代よりもはるかに性に開放的だったと考えられている戦国時代では、性行為についての考えも明け広げでした。そもそも10歳を超えれば庶民の子供は大人と一緒に働き始めるので、考え方も行動もほとんど大人と同じだったと考えられます。結婚するまでは男女ともに未経験というのは実は明治以降の考え方なので、この頃は10代にもなればさっさと手頃な相手と初体験を済ませていたと言われています。そのため夫婦となった初夜に相手が未経験であるということはほぼなかったようですし、やり方も熟知しているのが普通でした。戦国時代は生きるか死ぬかがはっきりと身に迫っている時代だったので、大名の男子は梅を増やせでたくさんの女性と関係を持っています。そして正妻を迎えるのも早く、だいたい15歳ぐらいで妻をめとっていました。戦国時代には乱取りといって、戦に勝った方が負けた方の国や村から何でも脱落できるというルールがありました。真っ先に犠牲になったのが女性、少女だったと言われています。このように戦に巻き込まれ初体験を奪われるという女性は非常にたくさんいたようです。また少女たちが様々な場面で初めてを経験していた時代でしたが、男子は概ね春画と呼ばれる大人の本でやり方を勉強した後、15歳までには周囲の大人の女性によって腕下ろしをしたというのが定説です。医者によって描かれた性のハウツー本が出回り、それぞれでやり方を勉強していたようです。戦国時代の夫婦の営み。現在分かっていることは、戦国時代から江戸時代にかけて日本人の男女比は男7に対して女3であったと言われています。そのため結婚できない男性もたくさん存在していました。平均寿命も短く、たくさんの再婚があったようです。性に関しても非常に奔放で、本能のままに行っていた時代でしたので、庶民でも男子が女子に声をかけてうなずけば、それはイコール性行為 OK ということでした。遊ぶ場所や他にやることもないので、デートといえばそういうことだったようです。特に庶民の女の子は、できるだけ経験を積んでからお嫁に行くように教育されていたという話もあるくらいです。そんな中、夫婦の営みは質より量と言われ、どれだけ回数ができるかというのが重要視されていたと言われています。そしていつ亡くなってしまうかもわからない時代だったことに加え、男性に対して女性の数が極端に少なかったこともあり、浮気や不倫は当たり前のように行われていました。当時は避妊といった概念もなく、行為をした女性たちは次々に妊娠をしました。それなら人口も一気に増加しそうなものですが、医療技術が乏しかった戦国時代では出産時に亡くなってしまう子供も多かったようです。こういった背景を考慮すると、子孫を残さなければならないという本能が働き、性行為が盛んだったのかもしれません。武将クラスともなれば家のルールが厳しい面もあったようですが、一般庶民はやりたい放題でした。夫婦が隣の夫婦と相手を交換して行為をするなんてことも当たり前で、風紀はかなり乱れていたようです。そして戦国時代は夜這いの風習があったと言われています。男性から女性に今晩行くからと言っていたという記録が残っているようですが、多くは合意の上での行為だったようです。戦中の営み事情。庶民よりも武士や武将の方が性に対して盛んなイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。しかし戦国時代では女性は汚れたものとして扱われる風潮があり、女性との性行為は控えられていました。特に出陣前の3日間は気を集中させる神聖な期間であり、女性との性行為は絶対に禁止とされ、性行為をした武士は討ち死にすると言われていたのです。
とはいえ、出陣前にはあれほど厳しかった女性との性行為ですが、出陣した後に関しては比較的自由でした。故障や娼婦、側室を戦場へと呼びつけていたようです。さらに戦場を専門に回る売春婦も存在しており、その代表格が御陣女郎と呼ばれる売春婦の集団で、戦場を渡り歩き、仮小屋を作って営業していたのです。性欲を我慢させるよりも発散させた方がストレスもたまらないし、合戦にいい影響を与えると考えられていたようです。ただし、戦の中でも陣中は女人禁制が原則でした。そのため小姓に性行為の相手をさせていたそうです。小姓とは武士の付き人のことで、主人の護衛や雑用が主な役割でした。武将たちはお気に入りの小姓を少なくとも一人は戦場に連れていたようです。女性との性行為を禁止されていた武士や武将たちは、溜まっていた性欲を同じ武士や武将である男性同士で慰め合って解消していました。戦国時代の男色は決して快楽のためだけではなく、儀式や同志の契りを交わす意味も大きかったのです。天下統一を目指した織田信長や風林火山の戦法が有名な人材活用のプロ武田信玄なども、男色を好んだというのは有名な話です。その中で男色に関心がなかったことで有名なのが豊臣秀吉ですが、当時は秀吉のように女性にしか興味がないという男性の方が珍しかったようです。行為におけるルール。戦国時代の性行為は具体的にどのように行われていたのでしょうか。数少ない資料の中で異性と称された医師真瀬道さんの記した酵素妙論に当時の性の奥義とも言うべきテクニックが記載されています。まず、行為や快楽の前に時と場所を選ぶべしとされています。行為を避ける日としては、天気が悪い日、日食、月食、端午の節句、春分、秋分、そして神聖な場所、トイレでの行為は避けるようにとしているのです。特に理由は書いてはありませんが、験担ぎをしていたというところでしょう。そして行為となると、さらに具体的で細かい指示がなされています。体位の指南や年齢に応じた適正回数、女性が浴場している時に行為をしてはいけないということが記載されていました。武将たちはこの書物を読み、姫たちには嫁入り前に経験豊富な乳母などが口述して教えを授けていたといいます。感染症が大流行。性に奔放すぎる戦国時代では、やはり性感染症が大流行していました。特に梅毒が蔓延しており、恐ろしい病気とされていました。例えば、豊臣秀吉のような有名武将に関しても、死因については様々な説がありますが、その一つが梅毒と言われているのです。ご存知の通り秀吉はかなりの女好きだったと言われています。あまりの浮気癖に困り果てた妻のネネが、織田信長に浮気を止めるように直訴したほどですが、それは生涯治らなかったようです。秀吉の晩年は衰弱が激しく、下痢や腹痛、食欲不振のため、数ヶ月で痩せ衰えたことが分かっています。そのため、亡くなった原因として、大腸がんなどが考えられているのですが、その一つとして梅毒も挙げられているのです。梅毒は主に性的接触によって感染し、症状が進むと皮膚や筋肉などに腫瘍ができる病気です。症状が進行すると動脈瘤ができて、それが腫れるかして命を落としたり、神経が侵されて錯乱状態になることが知られています。当時は避妊具の概念もなかったため、性病にかかることが非常に多かったのです。加えて病気の解明も進んでおらず、薬などもなかったため、どんどん流行していってしまったというわけです。ということで今回は戦国時代の性事情についてご紹介していきました。こうして見ると、現代とは大きくかけ離れている戦国時代の性事情は、当時の文化や風潮に大きく影響されていることがわかります。戦国時代の性行為には、ただ単に子孫を残すための行動というだけではなく、健康管理としても重要視されていたようです。今と共通することもあれば、今では絶対にありえない文化も存在しており、興味深い内容だったのではないでしょうか。このチャンネルでは様々な時代の文化や風習についてご紹介しています。少しでも面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録、コメント欄で応援いただけると嬉しいです。
それではこの辺で、また次回のなでしこの歴史の時間にお会いしましょう。